はい、ということで最終日3日目ですけど、あ、いつゲージ当ててんのね。じゃあ今日は12秒 何秒。12秒5以下です。5以下、お前5出たやん今日。 5以下や、以下4。頑張ってくださいね。僕は新品を投入してます。まあ、まだちょっとステッカー貼りてないんですけど、新品ボディはねやっぱねパキパキ動きますよ。はい、まあ皆さんもぜひ新品を使用することをお勧めします。やばいっすから。もう朝今10時25分ですから、開店直後です。走ってきます。はい、さっきカーボンで走ってですね、僕一斉中準備してますね。カーボンで走ってとりあえず6、2、8で、アキオさんがなんかいきなり4出したんで、次アルミシャーシで、越したいと思います。タイム一斉も一応12秒台入ってるけど、おそらくいってら完全に ARS ついてますからね、この車も。このバネもね、いろいろ今日今回テストするので、また報告できればなと思います。はい、お、一斉3秒4しか出てねえよ。やべえ、これ攻めてないのか、それとも攻めてこれなのかは分からない。ただちょっとタイヤがしんどそうに見える。はい、ということで、まあ、ちょっとバネを変更しました。アルミシャーシなんですけど、フロントをプログレッシブの 2.5、2.8 で、リアをね 2.6 にしてみました。まあこれがまあよく定番で使う、まあ、バネレートなんですけど、まあね、さっきまでは、2.528、2.528 だったので、12秒7でした。今路面が低い状況なので、そこでテストしてタイムを見てみたいと思います。では走行していきます。今のところですね、まあ、バネを 2.6 にしたら、12秒7から、あ、このこれですね、この640まで行きました。12秒7から、なので、次 2.7 にしてみて、で、まあ、時間があればフロントのバネもね、プログレッシブをリニアの、まあそうですね、 2.6 と 2.7 試してみようと思います。じゃあ次 2.7 いきます。結局ですね、まあ、640っていうのがリア 2.6 で、648が 2.7 なんですけど、まあタイムはほぼ変わんないです。で、まあ感触としては、まあ、2.6 の方が、リアがねしっかり、グリップしてくれて楽な方向ですね。 2.7 にすると少し、曲がんない方向に行きました。で、ちょっとリアがね、なんかキビキビ動くというか、なんて言うんだろう、ちょっと操作がシビアになった感じ。まあこれも完全にもう、なんて言うんだろう、好み。だからこっちの方が初期が少なく走るし、こっちの方がちょっとパキンって入ってくるのが、リニアの 2.7 でしたね。まあどっちかというと僕はもう 2.6 派なんで、 2.6 で詰めたいと思います。のタイムです。これどうですか、このチヂミ。鉄板やハルさん。めっちゃうまい。めっちゃうまい。最高。僕はね、なんかお肉のお肉ご飯来ました。これ多分美味しいです。とりあえずね、タイム出し終わったらご褒美として食べたいと思います。まあ一斉はね、ご褒美なし。なんかちょっとオクラちょっとマシマシなの気にしないでください。これまさかのローストビーフ丼だと思ったら、台湾混ぜそばだったらしいです。めっちゃ美味しそう。とりあえず1パック走ってから食べますね。はい、皆さんもぜひ食べてみてください。タイム更新できないんですけど、どうすればいいですか。まあそこはね、とりあえず、まあ、心の整理。その車ピクピクやん。これタイム出そう。
局ね、あと走れるのは2本となってしまいました。まあバネはね、もうちょっとほぼほぼまあ何種類かあるんですけど、まあ路面が低い時は、フロントがね、あのリニアの 2.7、リアがね 2.6 が一番良かったです。でその次にね、路面がやっぱいい日とかはフロント逃がしたいんで、フロントだけ2528で、リアを、まあ、26が良かったです。まあ、これで使い分けて本番戦っていきたいと思います。まああとはもう変わったことしないんですね。パワーソースも今回触ってないんで、まああとフロントのキャンバーとかはね、やっぱ状況によって変えたいと思うので、まあ少し 1.5 から 1.8 の間で調整していきたいなと思ってます。まあこんな感じですね。まあ言ってなかったんですけど、タイヤの処理は今、路面がいい時は2分で、グリップ材が2分で、悪い日がね3分置いてます。でウォーマーは路面いい日が、1分半で、悪い日が2分やってます。まあ今はちょっと上がってきたんでね、短めでいいかなと思って1分半でやってるんですけど、まあ好みなので、まあわかんないですね。はい、まあラスト2パック頑張ってタイム決めます。とりあえず4までは出ました。12分よ。一斉はラスト2パック、うん、頑張ってね。 5以下頑張ってね。5でいい、5でいい、ああ5でいい、頑張ってください。何今の難しい、もう出ない、4しか出ない、3を出したい、とりあえず。来週とね、あの M と、はい、来週の最後のここで、こっちはね、だいぶあんまタイム変わらないから、ここで決まるんですか。決まる。感触はいいんだけどな。まずはそこで危ないな、すぐあそこなんかもうグイってきちゃう、すぐ危ないです。あれじゃ遅いもんな。長野崎さんは お疲れ様です。すいません、あの抱き枕を
抱き枕の人です。あ、そうです、変態です。変態です、見とれちゃった。結局3止まりで、今日も。いや昨日より路面悪いね、まあ、それで出たから、まあ、よしとします。よかったです。その代わりめっちゃ難しい。タイム出せないですね。難しいです。結局ですね、最後も、まあ、今日もね3で終わってしまいました。まあ、今日はちょっと路面がいいかったんで、まあまあこんぐらいでまあいいとは思うんですけどね。まあ最初ね5とか6から始まって最終的に3出たんで、まあいいかなと思います。頑張らないと。以上でした。はい、最後の締めの挨拶どうぞ。今回はいいテストができたと思います。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、じゃあここら辺で動画を締めさせていただきます。はい、あとも